どうも影やんです今日はですねメッセージをもらうと嬉しいということについてお話ししたいと思います。えー、っとですね先日ちょっと前なんですけどもちょっと前というかまあまああのー。 僕がまあ尊敬しているとかその体の使い方とかですねその体の動きの訓練をこう毎日ね毎日というか週5日なんですけども、えー、しているんですけども、えー、それの参考にさせていただいている方っていうのがいるんですけどもで一応昔というか結構3年ぐらい前かな、えー、そのスクールに僕は行ってたんです生体の講座のスクールにちょっと、えー 高額な講座やったんですけどもそれにまあ1年ぐらい1年弱ですかね、えー、通っていたんですけどそこの中にね、えー、おられた方でですね、えー、その講座のえ主催というかその教えていた方も僕は尊敬してるんですけどもその方ではなくてですね違う講座をこう開き始めはった始めてはった方なんですけどでそういう方 なんでそういう僕はその人の,そのメルマガであったりとかねえー、メルマガ主にメルマガですかねメルマガを中心にこうあといろいろ発信してるのを見てるんですけどもですごくね僕はその心に刺さった文章があったんですねそのメルマガの中にですね。でその方も最初はその えー、僕もその尊敬している方ですけどその人も尊敬してはるというかその、えー、支持してはる師匠という感じの方がおられてです、ね、でその方についてこう訓練をされて訓練をされてなかなかうまいこといかないと。で 体の使い方がなかなかうまいこといかへんで、これをこう相談されたんですね、師匠にね。で相談された時の答えがですね、そんなお前、そんな別に対して努力してないやんって言われたらしいんですね。 それがすごい心に刺さったって分かったんですけどで「あそうか俺の努力ってそんな大したことないと」となぜかっていうとその師匠はですねその体の使い方であったり体の部分をこうよくするためにどうするかっていう自分の体をこういろいろこう使ってこうやってそれを夢中にやってたら朝になってたっていうぐらいですね、えー、それぐらいちょっとこう。 自分の体を動かしたりとかその体を良くするためにはどうしたらいいかっていうのをこう自分の体を実験台としてこう動かしてはるんですけどもでそういうことを聞いてですねほんまに自分の努力って全然大したことないなともっとやらんとやった末の分からんやったらええけどもこれぐらいの努力で例えばそのできひんって言ってるのはそれは できひんぐらいの努力量やからできひんだけやでっていうことなんですけどもでそういうことをこうメルマガに書いておられたんですね。で、それを僕読んでですね。もう自分にドンピシャに刺さったんですね。僕もその体の使い方、いろいろ背骨の使い方とかいろ,いろこう。週5日ずつこうやって訓練してるんですけども、なかなかもうほとんどこう、えー、成長。 ほぼ感じられへんというか、まあ、毎日やってるんですけどなかなかそういうのを感じることができなかってですねん難しいなと思ってた時にそのメルマガを見て「ほんま俺の努力って全然やん」と思ってこれぐらいやったらこれ、えー、そらそやわとだからできるぐらいのレベルの努力をしてできひんのであれば相談したり いろいろこう動いたらいいんですけどもそこまでやってないやんっていうのが僕もすごい心に刺さったんですで刺さったんでそのそのその方にですねえー、ラインアットですけどもラインアットにこう僕そのメルマガでそういう心に突き刺さりましたとありがとうございますっていうようなこうええー、ラインをね送ったんですで送ったんですけども 返事がまあまあちょっとまあお忙しい方なんでなかったんですよね。でなかったからあやっぱりまあ忙しいしなかなかそういう一人一人なかなか返信とかしてきはらへんのかなと思ったら返信があったんですね。で返信があってしっかり僕のことも一応覚えておいて覚えてくれてはって。 ででこう,メッ,こうで、ねでね、メッセージをいたんすねやっぱりねそのメッセージを頂いた時にそのまたそのメッセージの中にも自分にとってこうヒントになることがいろいろちょっとあったんですけども、えー、そのメッセージをもらうこと自体も嬉しいというふうに感じたんですね。でやっぱりそのそのうういう忙しくてそういう 体をすごくこう極めるようにこう動いてはる人のメッセージをもらえるそれにちょっとその僕のことを覚えてくれてたとかいろいろそういうことでちょっと嬉しかったんですけどもそういうね僕もねその言うたらメッセージをもらったら嬉しいと思われるような存在にこうなっていくというかそういうことをこうしていく。 そのためにいろいろやっぱり努力してそのためにじゃないですけどもそういうところへ辺んぐらいまではこう行きたいなぁと思うっていうかねそのメッセージもらうこと自体がもう貴重なものになるというようなね、えー、いう状態になったらやっぱりうーんそこまで行きたいなとその人らはもう,もうすごい努力の塊というかすごい訓練されてると思いますし。で そういういことでです、ね、そのメッセージを頂くっていうのはやっぱ嬉しいことであってこれ自体がやっぱ価値があるそこはね、えー、お金の問題とかそういうことではなくてですねやっぱりその嬉しいものとしてですね、えー、存在してるとで僕のそのいろんなメッセージもそういうところまでいければね個人にこう刺さるようなメッセージを送っていってですね、えー、一人でもそういうふうに思えるような。 状態に持っってていいけければいいなと思ってるんですけど今のところはね全然あのー、そこまで、えー、全く行ってない、えー、ちょっとずつ階段を上ろうと頑張ってはいますけどもその何て言うんですかねそのあのー、そうやって思ってもらえる人が一人でも多くな,なるようにこう自分をこう高めていくどん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 大きくしていくっていう状態に持っていかないといけないなと。 いうふうに思ってそのメッセージをいただいた時にいろんなことを考えましたねそのそのメッセージ自体の価値であったりとかですねそれは個人宛に送られたものであるんで,では個人宛に送られたこのメッセージっていうのはすごくこう 大切なものであってそういうういことをこうもうちょっとと僕は重要視してていいいこうという,ふうに考えていますもちろんこういう公にこう発信することも、まあ、もちろんそれなりに頑張ってやらなあかんのですけども個人的にこう発信するものっていうものもこう大切にしていってほんで自分をどん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 高めて大きくしていってですねそのありがたがってもらえるじゃないですけどもそこまで持っていければいいかなというふうに感じております。 ということで、えー、今日はですねメッセージをもらうと嬉しいということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます